いよいよ衆議院の予算委員会の議論が大詰めを迎えております。参議院では来週にも議論を開始したいと、こういう構えで待っておりますので、ぜひ今週中にも衆議院で可決・送付をお願いしたいと、このように思います。議論は今国民のの関心の最も高い 新型コロナウイルス感染症、肺炎、これの対応策でありまして、水際の対応はもちろん続きますけれども、国内感染をいかに防ぐかということで、先般、政府側から専門家会議の意見を踏まえて、基本方針が出されました。現行で行われている対策、これをしっかり確認をした上で、 また今後、起こりうる事態に備えて、その時の対応策ということも指摘をしたところであります。いずれにしても、国内感染で感染のクラスターが生じている、まあ、これが一層拡大連鎖しないようにしていくということが目下の最大の目標でありますので。 ぜひここは我が党のネットワークを通じて国、自治体がしっかり連携をして民間とも密接な連携のもとに対応していかなければならないと思いますまた、昨日安倍総理の方からこの大きなイベント等については自粛をお願いしたいとこういう趣旨のご発言がありました。 えそれらを受けてえ予定されていた大きなイベントが急遽中止になったとこういう実例も出てきておりますえ今後、こうしたこともきちんと趣旨を踏まえた上ででわれ我々も対応していかなければならないと思いますえそうした中でえ今、確定申告の時期になっております。 私自身毎年確定申告を行いかつては税務署に並んで申告書を提出しておりました近年は e-tax で電子申告を利用してもう今年の申告はすでに済ませておりますしかし近年の利用率この電子申告の利用率はまあおおむね6割程度でありますので4割近い方が 何らかの方法で紙で紙申告書を提出していいるととうことになります税務署の風景を見ればやはり所得税の確定申告で大勢の方が並ぶということもありますしまたその場で税務署員あるいはサポートしていただく税理士さん等々に相談を受けながら申告書を作成していると。 それが税務署での実際の風景でありますから、やはりこういうところも万が一感染が起きてはならないということで配慮が必要だと思います、そうしたことを考えたときには確定申告の期限、所得税については3月15日、消費税については3月31日となっておりますけれども、現価の状況を踏まえて、この確定申告の期限、 これを後にずらすような、そういう対応もぜひ取っていただきたいと、我が党税調の幹部、すでに財務省当局とそうしたことについての入念なその質疑応答等、検討を重ねてまいりました、ぜひとも速やかにです、ね、この期限が迫っていることもありますから、政府として、 確実な見通しを作るべく方針を示していただきたいとこのように思います個別の入その申告猶予ではなくて一律に期限を後にずらすということが重要だとこのように思いますそうしたことを明確にすることによって無申告加算税とか延滞税とかの不安 もなくなるわけでありますのでそうした見通しを確実に示すということが今最も重要なことだとこのように考えます、えー、また中にはこの時期に完付申告をされるお年寄りなどもいらっしゃいますしかしまあ完付申告については期限に幅がありますのであえてこの時期に、えー 混雑する時期にですねを避けるような、そういう丁寧な指導といいますか、方針といいますか、そういう呼びかけにもお気遣いいただいて、税務署、税務当局が、そうした国民に対する寄り添った姿勢を示すということをぜひお願いしたいと思っております。今後も我が党の対策本部を通じて 適時適切に必要なことを提案もし、具体的な提言もしてまいりたいと、このように思っておりますので、また皆さんも現場でいろいろな声がありましたら、それは丁寧に、謙虚に受け止めて、それが政策にどうなじませていくかということを考えながら、今後も対応していきたいと、このように思います。